はい、やってまいりました。寝返りテレビ番外編、番外編、はい、最近の寝返りテレビ、はいはい、最近こう番外編が多いね。そうですね、2回か3回に1回ぐらいは回ってきますね。うん、うん、みんなが忙しいんで働くよね。働きますよ、年末忙しいよね。どうでしょう、年末忙しいですよね。そうそうそう、いや、いいことですよ、いいことですよ、ね、でいつも番外編でも言っても、うん、オンタイムにやってたのが、はい、そう、今回はなんと録画ですよいきなり言っちゃうけど、おう、せちがらい事情でね、せちがらい書き込んでって何の反応もできないっていうそう、これが今回ちょっとできないので、できない。あ、そっかそっか、本当だね。そうなんです。いつもはなんか聞いてくれたら答えれたんやけど、今日はもう、でも書き込んでいただくことはできるんですよね。まあできるけど、ただもうこっちでじゃ終わっちゃってるしですよね。終わっちゃってるよね。ツッコミだけしてもらうぐらいの。あ、そうね、そうね。はい。あ、書き込んで、うん、オンタイムで僕らも見てたら反応できるの。あ、なるほどなるほどなるほど。あ、そういうことなの。そうだね。そうでしょう。あ、僕らも書き込めるってことだ。そうそうそう。オンタイムでその時間に見てたらね。あ、なるほど、ね、なるほど。けどその時間に見れないからやってるんだって。まあそうだね。でもいつ配信するかは決まってんのかな。まだはっきり決まってなかったんだけど、次の月曜やったっけ、なんかそんな、まあ、毎回月曜、次の月曜っていうのは見てる人は一体何のこっちゃ分からへんのに、うん、ほら見てくださいよ、あのカメラマンのあの筆箱のケースに貼ってあるシール、ね、なんて見えますか、あれ見えない、何何シンゴジラですよ。うわ本当にもう妖精さん飽きないんだから。妖精さん好きよね、シンゴジラまだ好き、まだ見てる。なんかこの間サンサンタウンまで見に行ってたとか。あ、そう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 。え、また行ったん。サンサンタウンってやるってことは爆音上映みたいなやつ。上低音、重低音ウーファー、そういうので。もう何回ぐらい見てんのに。10回ですね。すごいな、すごいな。ま、日本の中でもまあまあ上を行ってるんじゃないですか。10回はどうですかね。だけどマニアはいっぱいいるもんね。あれね、どこが、僕も見たんですけど、うん、見ました。また見てる。あ、見てる。じゃあ見た見た見た。僕もすごい面白かったんです、うん、面白かった。面白かったでしょ、うん、面白かったですけど、何をあのもう一回見たいっていう、どこなんか注目すべき点とかあるんですか。なんかこう、あの中身がすっからかんなので、はややこしいことが起こらないので、はいはいはい、あの、うんうん、でテンションがずっと高いから、うんうん、こうテンション味わいに行ける。あのなんかこう入り込んで、うわしんどみたいな、うんうん、あの疲れる映画じゃないので。あずっとお祭りだもんね。そう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 、うん、じゃあマッドマックスみたいな。ほんまやね。いや、マッドマックスの方がお話、うん、お話え、マッドマックスの方がお話、お話の方がちゃんと展開がお話あって、なんかこうディティールがそれっぽい形にいっぱい詰まってる。マッドマックス、いや、一応さ、あのマッドマックスとかはちょっと辛いシーンとか作って、あのカタルシスを味わうように後でドカーンってなるような感じなんだけど、ゴジラはずっとドカーンって辛いシーンがないの。ずっとお祭りみたいな、ね、ずっとビル壊してるの。ずっともう面白いですよ。そうだね。でも人も死んでるよ。死んでるの。斎藤工さん死んでたしな。結構な人数死んでる。そりゃ死んでる。前半ほぼ全滅ですけど、うん、死ぬよね。なんか野村萬斎がなんやみたいな。ゴジラ出てますよ。あ、もう言っちゃった。ゴジラ、いやいや、新ゴジラに出てますよ。出てるというか出演してますよ、うん、もうけどもう言っていいんじゃん。いいでしょう、うん、もうゴジラ役やってるんですよ。でも萬斎ゴジラですよ俺から言わすと、うん、出てないよね。出ては顔は一瞬とか、出てない。ちょっとファンサービス的に出したりとかはしない。しないしないしない。ビビるやん。いや、一瞬なんか着ぐるみになりますやんか。いや、でもやってる方はさ俺だぞっていう。だけど、うん、超絶な数の人のクレジットの中で、うん、人やっぱり特別だったんですからね。一番最後やったね、はい、確かね。一人だけ見送り、わーってもうちっちゃいリュージわーってなり、最後らへんに一人だけ、なんか一人だけ見送りって言いましたからね。へぇー、いや、特別扱いですから。え、でも顔は出ない。だから、あの全く知らない人はなぜあの名前がと思われちゃう。
僕に出てた野村萬さんって、うん、へえ、うん、1回ぐらい出てもいいのにね。いや待て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 いやだってそこまでそこまでこう名前をバーンと出すぐらいだったらそうやねほんなら名前の横にこうなんかモビルみたいに口の中からかすかに見えるとかね。ああねカーンなった時にただの気分やからって大体入ってないねんカメラ目線のバンサイさんでもいいよね別にね、うん、目だけバンサイさんとかねゴジラそれはちゃうかなどうやねんどうやねんどないやねんそうですか。いや10回行くっていうのはなかなかすごいですよ。10回も行ったことないな。ないな。映画を10回なアルバムを聴くような感じでアルバムを聴くような感じで2回同じこと言ったな私行ったらびっくりしちゃった私行ったらびっくりしちゃったわ本当に、ね、すっごく冷静に2回言ったねアルバムを聴くように、あ、そうか、音楽は繰り返し聴きますからね。え、でも、塩を味わいに行く。中身はないんでしょ中身は、まあ、ね、アルバムを見ようと思ったら見れるんですけど。あれやわ、ロックのライブだわ。そうそうそう。そうだよね。あ、もう一回見たいぜ、ベイベーみたいな。そうそう。全国ツアーにもついてた。ついていく。へぇー。なるほど、なるほど。すごい。はい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 。はぁ、すごいもんですね。ね、じゃあまだしばらくは、上映が続くのかな。映画10月いっぱいはやってるので、映画2回見に行くとかある？あ、行ったことあります？何でもいいから。ありますね。お、え？はい。あの、はい、ありますよ。なんでそれ？いいですか？言っていいですか？なんだそう言っていいですか？言っていいですか？ルーキーズを見に行きました。2回。ルーキーズ？あの野球の不良の。なんで見に行ったんですか。え、大好きなんですよ。恥ずかしいですけど。え、自分が出てたとかじゃなくて。出るわけないやん。さえ、2回見てない。お、自分が出た映画も2回とか、もう はっきり言って1回も見てないやつさえあるぐらいですけど。うん。うんうん。映画館に不良になってるぐらいもう今不良になってるから、ね。もう1回え、それは単純にあれですか。やっぱりもう1回見に行きたいってことになったということで結構ですか。はい、あのなでまあ厳密に言うと、うん、あのテレビをまあすごい見てて、うん、ルーキーズのドラマをね、うん、でも毎回も号泣してですね、うん、もう大好きやったんですよ。で DVD ボックスも買おうかぐらいの勢いやったんですけど、うんうん、まあ、そこは思いとどまって、うん、で映画化になりましたと、うん、映画化になったら、うん、ドラマだったんだ。そうですよ、うん、4枚綴りの前売り券が売ってて、うん、それはなんかこうちょっと特典的なやつですよ、うん、前売り券ですよ。生写真がついてる、うん、そんなんはいらんけどカレンダーになってた。カレンダーカレンダーで、そうそうそう、カレンダーになってたみたいな。カレンダーもう本当恥ずかしい、すいません。ほんで、まあ、別にカレンダーが欲しかったわけではないんですけど、うん、まあその時に、まあ、あの、何やこの話あんた言うたい。ごめんごめん。その時にお付き合いしてた人と、うん、まあ、2人でずっと号泣しながら見てたんですよ、毎週毎週。あ、もう、じゃあ彼女も気に入ってた。もちろんもちろんもちろん。そうです。それで、まあ、彼女と、いや、この映画をずっと行くだろうってことで、前向きに買おうやってなった時に、うん、4枚綴りのやつも売ってて、うんうん、で、どうせ2回ずつぐらい行くだろうと。ああ、うん、2人でね。2人でね、もう そんだけハマってましたからね。うんうんうん、で、それを買ったんですよ。うん、だから、まあ2回ずつほら、行くじゃないですか、はいはいはい、買ったから。まあだから行ったわけなんですけど、まあだから1回見てよかったからもう1回行くっていうよりかは、もともと行くつもりやったわけです。うんうん、で、まあ実は見て面白かったから、もう1回行き行って、うんうん、ルーキーズは、生まれてから初めて2回映画館に行った映画となりました。彼女も本当に2回行きたかったの？彼女はね、実はね、あの僕と2回行きましたけど、うん、もう1回一人で行っとってね、うん、すごいね、びっくりしました、ね、他の男と。いう、それは、おい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 そうなるよね。おいおいおい、今となってはまあもうええけども、宴会ね、もう別れてる、いや、嫌やな、うん、まあそうです、そうです、行ってました、うん、まあ、あの、そうですね。それは
やっぱり DVD とかも買っちゃったって言うんですか。ね、僕は買わなかったですけど、彼女は DVD ボックス買ってましたね。ドラマとか。ドラマの、うん、映画の DVD は分かんない。映画の DVD は分かんないですね。もうその時は別れてたんちゃうかな。クーラーつけますね。あ、そうですね。ちょっと変な話で熱くなりますよ。いろんな変な汗ね。変な汗が描きましたね。そうです。え、ないですか、2回見に。いや、うちも今ちょっと考えた。そう。なんか喋るでしょ。なんかめっちゃ喋ってます。すごい。ハイテクやね。喋らはんの。すごいね。はあ。クーラーが喋る。うん。ありますか。いや、あのね、ついこの間、あの、自分が出てた映画のやつを限界に。いやでもそれは見たくてじゃない。自分大好きやもん。見たくてじゃなくて、映画祭が2回あったから2回行かなあかんっていうので。見んでもいいやん別に。もうでもね、2回目となんか気になってしょうがないね、お客さんの反応が。ああ、まあ、だから見てるというよりかはもう気が散って散って、まあ、見たっていうカウントに入るかどうか分からへんけど。それはでもほら、何やろ、見る人、観客として行ったわけじゃないですもんね、まあ言うたら。まあ言うたらその関係者というか、ね、それで行ってるんでね。それぐらいかな。普通の映画って一回見て大事にしまいたいやん。おお、 あれちょっといいこと言ったよ。いいこと多いけど、うん、あんまり共感できない。今も分からないから、今も消化できへんかった。そうやな、あれみたいな。もう妖精さん顔がうなだれてる、うん、顔がもう何やろ、太らへん砂糖みたいな感じ。甘いかなみたいな。そうか、はいはい、なんとなく分かります。もうええわ、もうええわ。はい、そんな、ああ、そうね。あ、でも小説とかはさ、うん、もう一回読もうかなとかあるよ、ね、あるあるあります、ね、読み返すっていうのもありますね。ありますね。そういう感じなんやろね、映画もね。チャーハンはないんですか。映画館に2回あ、だからテレビや DVD やで見るいうのはいっぱいあるけど、それは好きで2回見る、うん、あ、でも映画館に2回行ったっていう記憶はないですね。あれマッドマックスは、あ、2回行ってるわ。あ、あれ初やわ。行ってるやん。あれ初やわ。行ってるやん。あんたがやいのやいの言うから行ってる。そうやそうや。いやいや、マッドマックスとさ、シン・ゴジラはさ、どっちが良かった、うん、その妖精さんも。僕はね、マッドマックス派なんですよ。あ、ほんと、うん、妖精さんはもう完全にシン・ゴジラ派だよね。声張ったよ、今。だって10回言ってますからね。10回はないな。すごいね。あの、あれはどうでした、君の名は見ました。あ、見てない。あ、見てんだな。見てないの、みんな見てないの。わー、あれでも入れ替わるやつでしょ。あの転校生みたいなもんでしょ、昔は。まあ、あの、わかるわかる。俺も見る前はそう思ってた。転校生がなんか名前、転がり込んでるのに、なんかこんなら、こんならって、うえーって言ったら、あっ別になるんで。胸が、そこを鏡で、おっっていうやつですよ。ね、うん、あれみたいなもん。あれが漫画になっただけ。あのね、うん、まあ。漫画になっただけだ。漫画になっただけ。もう自分殺されんねん。やばいやばい、もうやばいやばいやばい、もう前にやってはる人がおるやん。違う違う、だから、うん、確かに前のやつと一緒なの、君の名はって。違う、全く違います。全く違う。オリジナルの話です。あ、オリジナルの話。でも男の人と女の人がいるからじゃん。まあそれはさ、そこの設定はそこは一緒やね、うん、だけどそんな設定はいろいろやってはるじゃないですか、どこでも別に。あの、まあ、うん、各ご家庭で、そうそう、各ご家庭ぐらい。そんな庶民的にしょっちゅう、ああ、まああるよねみたいな。あるよね。お前が俺で、うん、俺がお前でみたいな。なったなったみたいな。そうだもんね。大体思春期にみんな一回なるみたいな。なるなるなる。なる。もうテレビでもマイクールそんなドラマがあるじゃないですか。あるね。だからまあそこはさ、そんな不思議な感じじゃないんですけど、うん、あの、そこはね、初めのね、20分か30分ぐらいで、うん、もういいです、そんな話は。あ、そうなの、ね、で、その入れ替わってますけど、入れ替わるっていうのはもちろんありますけど、うん、あの、それを踏まえた上で、どんどん話がもうえらいところに行きます。
えらいところに。えらいところに行きますよ。そう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 。えらいところに。あ、ええー、みたいになりますよ。あれ、何この今日、まあ見てないから、そやね、共感を得られない。言えへんしね。言うたらいかんねやろしね。言うたらいかんね、これ。これでもよく出回ってないの。と思うぐらい。今、いっちゃん入ってるんでしょ、今年。シンゴジラより入ってるんでしょ。ゴジラ負けてんねん。いや、今年どころちゃいますでも。あ、そう。ちゃいまんねん。ちゃいまんねん。150億、200億いく。へえ。すごいね、アニメ映画やのに。そうですね。で、ほら、また、なんやろ、ああいう感じのイラストやん、絵やん。そうやねん。うん。ちょっと、毛嫌いする人が多かったイラストやん、ああいうの。そうなんですよ。確かに、絵はね、僕もね、ちょっとやっぱりね、抵抗あるよね。ちょっと抵抗ねありましたね、うん、見てもまあまあ、あ、そうかみたいな、うん、アニメっぽいですよ。萌えっぽい感じでしょ。でもまあ、あの、なんていうの、背景とかはもうめちゃくちゃ綺麗やし、うん、人間はああいう感じですけど、うん、背景とかそういうのもすごいんですよ、うん、そこも人気があるあれなのかな、うん、何撮ってはった人なの、あれ。秒速5センチメートルとか、割と一人で全部描き始めたんですよ。漫画もその人なの？漫画はまた別の人なの？漫画じゃないの？漫画じゃないです。アニメオリジナル？オリジナルです。全部オリジナル。なんか漫画になってたけど、あれは、それはね、後の話。そう、なんかノベライズとか、なんかそういう感じだった。あ、そういうことなんや。そうです。この章は？あの、面白かったですよ。それ4万円ずつで買おうと思ってんの。あー、ちょっと、ね、あったらさ、ルーキーズのハマり方が異常ないじゃん。そうなんですよ。ルーキーズを何も超えてないんよね。超えてないよ。そんなことない。修造さんの中でじゃあルーキーズ超えするやつあるの？いやいや、そんなことないです。ありますよ、映画は。あの、あります、あります、ありますよ、あります、あります。一番何が好きなんですか？うわ、どうしようかな。どうする？明日する？どうしよう。僕ね、あの、ここでも何回も言ってると思うんですけど、うん、言ってないから、映画僕今年100本見終えてね、ジャガーにいろいろ相談して何おもろい言うてね、今見てるんですよ、うん、で今80何本まで見たんで、うん、それはもう映画館に行く？いや、ごめんなさい、DVD も含めてですけど、あ、含めてね、うんうんうん、だから結構いろいろ面白いのはあるんですけど、うん、どうですかね。僕ね、一回 DVD で見て、うん、それ今年は、今年じゃない、前見たんですけど、一回 DVD 見て、そのままもう一回見たやつがあるんですよ。二回連続で見た。はいはいはい。面白いというか、なんか後半寝てたからみたいな。そこちゃんと見とけばよかった。いや、後半だけしたらいいから、それはでもDVD だから。いや全部頭から見たのがあるんですけど、日本の映画なんですけどね、カモメ食堂って見たことあります？あ、小林聡美さんと、はい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 、もたいまさこさんと、あれ俺それ見たかな、片桐はいりさんの、はいはいはい、イタリアかフランスかなんか分かんないですけど、どっかで、まあ、食堂やってるお話なんです、うんうんうん、日本人が、うん、まあまあそんなそれだけの話なんですけど、うん、面白かった、うん、面白かったですね。すごい好きな映画になりましたね。へえ、うん、それをもう一回見た。それはもうそのまま見たんですよ。だから家でもう一回見たのかしら。もう一回最初押してそのまままた見たみたいな。へえ、うん、やめられない、止まらないやん、そんな感じでしたね。それは何やろ、弱ってたんかな俺。え、そういう映画の弱ってるよね、なんか知らんけど。じゃね、何もなんかよう弱ってるイメージあるわ、時期的に。そういう時期なんかその死ぬの、大丈夫、死んじゃうの、死んじゃうの。いや、もうだいぶ前です。弱ってたわ、あの時は。あの時は完全に弱ってた時期でしたね。もう弱ってるよ。いや、よくでもないですけどね。うん、まあそうです、そういうのありましたね。まあ、何作さんなんだろう、何かあるんですか。映画、映画、めっちゃ好き映画、映画、めっちゃ好き映画、めっちゃ好き映画はローズかな。ベッドミドラーが、ジャニスジャニスふんする。はいはい、なるほど。あれ好きな人僕もいるいますよ、ね、よく聞きます、うん、あれは自分がお気に入りの映画って必ず出す。本当、あ、じゃあちょっと見てみよう。でも多分ね、好き嫌いはめっちゃあると思う。歌が好きやったりとかすると、ジャニスの曲が好きやったりとかすると、結構歌い方も似せてたりとかさ、
だからそれをサントラも名盤だって言われてるよね、うん、もうあれはめちゃめちゃかっこいい、うん、だからベッド・ミドラー自体がああいう歌い方する人やと思って普通にあの人のオリジナルのアルバム聴いたら全然ちゃうくってさ、うんね、あそうなの、うんうん、もう役作りでもうげっそり言ったドラッグもやってるし、うん、亡くなるまでの話やからもうすっごい痩せて役作りして歌い方も変えてってすごかったみたいな。へえ、うん、あとブルース・ブラザース、ね、そう、ね、ブルース・ブラザース好きな、大好き。あ、ほんと見てみよう。見たことないの？ないのよ。見てみます。あ、そう、うん、かわいそう。え、どこで、おい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 、そうだ、いや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 、すぐかわいそう、卒業できるよ、そんな今日家帰りしやろう酔って今日の夜中見たらいいんやから、別にかわいそう、すぐ200円ぐらいしかあげられへんけどそれで帰るよ、それで帰るよ。あ、そう、あの2000の方じゃない、前の、前のやつ、前のやつ、あとコミット2000もね、2000もね、僕ね、実はそんなに嫌いじゃないんですよ。いや、嫌いじゃないけど、うん、2つどっちって言ったらやっぱりまあね、ね、うん、あ、そうですか、そうそう。あとコミットメンツとか、コミットメンツ、あのなんかバンドができるまでの話、ね、いや、知ってるぞ、知ってるぞ、ね、アルバムもあって、音楽のやつばっかりやね、音楽のやつばっかりですね。あ、好きやね、多分。うん、あとね、ブルース・ブラザーズ見た後に、あの、ゴーストバスターズを見た。あー、ね、あれもいいね。ちょっと来るよ。あ、ほんと、あれもいい。いや、見ましたよ、ゴーストバスターズ。ゴーストバスターズ、確かね、あれね、ブルース・ブラザーズの脚本の延長線上なのよ。あ、そうなの、ね、確かなんか、あの、ブルース・ブラザーズの、あの、役者さんが、はい、ジョン・デルーシーって人が、はい、亡くならなかったら、主役だったの。あ、そうなの。ゴーストバスターズの。へー、だからちょっとブルース・ブラザーズに被ってるというか、多分ね、プロットはほとんど一緒な流れ。あ、そうなの。へー、いや、いいですよ。マーク・ロイドさんが確か脚本書いてはる。あ、そうなの。痩せとけ。あれはもう子供というか学生の時見たから、見たきりやから、ちょっとあんま覚えてないですけど、ね、この前テレビでやってて面白かったです。あ、本当は一回見てみよう。それはなかなかあれやんな、うん、めっちゃメモってるやん、ね、めっちゃ、はい、待ってまうね、メモられる。なんでよ、全然違うことメモってるかもしれないよ。そうよしこに電話みたいなことかな、うん、そう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 。よしこって誰よ。よしこって誰によしこって。あの、僕ら の, あの役者のね、うん、あのこの前やってたね、バードマン。ああ、面白かったね。面白かったね。バードマンっていう映画がね、うん、アカデミーかなんか撮ったと思うんですけど、うん、役者さん、売れなくなった、昔、うん、栄光映画を極めてた人が売れなくなった役者さんが、うんうんうん、映画界からもう、じゃあ次舞台で起死回生やって舞台に行くっていう、うん、あのお話なんですよ。面白かったですよ、それ。で、あれ全部ヒーローもの役者さんなのよ。あ、そうそうそう、ヒーローものの役者さんで、だからヒーローものだから、ちょっと何、子供向けのやつだから、みんながちょっとバカにされてるんだけどでもそれはそれで儲かってるの。でも俺は本格的俳優だっつって舞台にやるっていう。へえ、そうそうそう、それはあれ面白いですよね。ね、あれは意外に俺一番好きかもしれない。あ、本当。あ、おっちゃんのお気に入り。バードマン大好き。全部あれね。ワン、そうそう。ワン。え？ワンっていうんですか。長回しワン。長回しワン。ワンカット。ワンカット。へえ。全部やね。2時間。そう。え？ 2 時間全部ワン。ワンカット。ワンカット。の。長回し、そう、まあまあ、合成、まあまあ、そうそうそう、そう、違うんやけど、そういう風に撮ってるやん。へえ、うん、で、音楽もほとんどドラムだけみたいな。音楽かっこいい。で、時々ほら、登場人物が歩いてるんですよ。普通に役者さんが歩いてるんだけど、なんか後ろでドラム叩いてる人がいたりする。あー、おったおった。あれもかっこいいし、よかったね。そうそう、すごい演劇的なんですよ、撮り方が。ね、あの、バテンができないじゃないですか、カメラ回しで。うん、でも、こうなったら全然、なんか時間軸が変わってるみたいな。へぇ、なんかね、シューってなったら時間軸変わって別のシーンになってるみたいな。へぇ、うん、なるほど。ここで
裸の人が、うん、なんか扉抜けると服着てるみたいな、なんかそれくらいの感じのやつを、舞台っぽい、すごい舞台っぽい作り方してて面白かったです。あれは結構僕 DVD で何回も見た。あ、本当、あ、見たくなるね、あれはね。そうですね。この前ルパンやってたね。やってたね。カリオストロ。あれは好きですか？好き好き。あ、好き好き。ルパンも好き好き。あれだよね。だからルパンとかになったら多分タケさんとかうるさいと思うんだけど、カリオストロ派か。うん、あのその前のか魔王、魔王改造人間、はい、なんか人造人間、はい、複製人間、ちょっとワンなんで、それがワンね、無線歌うばかりよ。魔王いい、魔王良かったけど、魔王面白いよ、魔王面白い、好きやけど、トラマーカリオストロはまあね、すごいいいって、もう妖精さんがいいね、妖精さんが楽しそうになっちゃったもん、はいはい、うわ、妖精さんは魔王派ない、魔王派でしょ、魔王派でしょね、なんでもうすでに魔王が出てこえへんぐらい記憶が薄くなってるっていうことは、もうそんな程度なんですよ、多分。いや、あのね、大人になって改めて見たら面白いんですよ、あれ子供の時に見てたから、俺らちょっと怖いイメージだけしかなくて、最後ビューンなんかロケットが飛んでいくとかさ、それでね、セリフがねかっこいいんですよ、ワンの方が、なんかハードボイルドなんですよ、セリフが、まあね、妖精さん首取れるかいうぐらいこんななってるよね。あ、そう、妖精さんとチャーハンは割と映画の好みは似てるかもね、似てるかもしれないですね、うん、あ、そうか、あの映画の好みはさ、だいぶ人によってね、全然違う、うん、あ、そうね、面白いよね、だこれ面白い、すごい面白いって見たら、うん、わーっていうのもあるし、うん、自分が面白いと思って進めたら、うん、全然なかったって思うこともあるし、ちょっとショックやねんけどな、味方じゃないですかね、なんか僕作り手側のに立っちゃう、やっぱり、あ、見てて、あ、で作り手側が何考えて作ったんだろうって思っちゃう、うーん、そういうのを含めて、あ、うまいこと言ってるなって思うのが面白くいっていう感じ、なるほど、うまいこと言ってへんなっていうのはもう見ててつらい。大変やったやろうけど、うまいこと言ってへんなっていうのはもうすごいつらい、うん、空回りしてる感じのやつとかあるやんか、ああいうのはもう、いや面白いか知らんけど、もうよう見てられへんって感じになっちゃう。あと大人になってからね、見ると今言ってたみたいに違うっていうんやったら、ジブリは大人になって見るようになったよ、ね、ああ、もうだって子供の時ジブリなかったから、まあ、なかったけどさ、だんだんちょっと年齢ごまかしました、残念ながらね、そうそうそう、でもこう年いけばいくほど切なく、ああそうですね、映るよね、うん、だってあのポニョの最初の海、ポニョね、ポニョわからんかったけどね、俺結構、え、うちあのポニョの一番最初、海でさ、こうやってポニョが泳いでてさ、うん、ゴミまみれの海の中でザーってなってるとこ、うわ、ん、ってこうやって泳いでるとこ見て、なんで、いやいやいや、なぜ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 頑張ってんなって思う、あの子、あの子頑張ってんな、頑張ってんなって、そこでうってなる感じ、いやもう初っ端からグって、うーん、地球汚したのごめんなみたいな、なんか母性愛というか、あ、母性、あ、おかんが出てきてる、おかんが出てきてるのかな、ね、いや、こんなちっちゃいのに可愛らしい、可愛らしい、あ、そう、カットかかったらもうこっち来ないで、あいつポニョスポニョアニメやから、それあのカットかかったらないから、ないジュースでやったら、ないから持ちもせえへんの、持ちもせえ、持ちもせえ、持ちもせえ、わー、すごい、がっかり、アニメあいつそういう役者やん、役者あいつ変身するよね、途中で、そうそうそう、あれするよね、そうそうそう、あの、女の子に、あの、なりよる、なりよる、言うたら人魚みたいなもんでさ、あー、足生えよる、足生えよる、最後な、いや完全にこう女の子ないで、最後で最後戻るの、あ、また戻るの、うん、だ言うたら人魚みたいな話、あれおかんがものすごくべっぴんな、なんかちょっとイケイケのおかんやんな、そう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 、絶対宮崎駿アニメっておかん強いよね、うん、強い、おかん強い、強くてぶっけらぼうだよね、ああそうだね
そうだね、なんなんやろあの人、うん、あの人の好みなんかな、女は強いみたいな、そうなん、女は働くぞっていう感じのやつを描くんだ、ね、でも親子愛をすごく出してくるよね、うん、そうやね、家族愛というか、いやでもあのおかんは俺あかんと思うけどな、ポニョに関しては確かにね、旦那ちっちゃいもんね、おかんってか、あのこんなそのなんか薬作るさ、ポニョ、ポニョのなんかこう、うさんくさい顔してんねん、人間に、人間、うん、人間で、あ、ほんと人間、人間やったと思うで、え、ポニョのお父さん、え、それはポニョのお父さん、ポニョのお父さん、あの薬いっぱい作ってて、あの人がお父さんで、お母さんはなんか海に浮かんでてめっちゃでかい、でかいでかいクジラみたいな、それでも純粋にどうやってポニョを作ったんって思う、もともとそうやったっけ、そういう大きい人なんやったっけ、その薬でそうなったとかじゃなくて、おかん、おかんじゃないの、おかん、おかん男が与えた薬によってクジラみたいになって思ったのとかじゃなくて、そんな話やった、違うの、そんな夢壊れるわ、そんな復讐の話だ、そうなの、ちょっと本当にもう全く覚えてないわ話が、あれけど俺もポニョを説明せよってもちょっとわからない、どうなん、どういう話だった、俺も正直よくわからなかったんだな、ほんと、俺なんか見た時は感動したと思うんやけど、なんかあんま覚えてへんな話とか全然、あ、そう、いやでもジブリはねよくそういうグッとくる、グッときますよね、来ますよ、はいはいはい、ジブリはこの前何やったか、もののけ姫がテレビでやってて、はいはいはい、もののけ姫やってて、それをちゃんと久しぶりに見たんですけど、うんうんうん、ああ面白いなと思って見てたんですけど、これを宮崎駿が何歳で作ったんだろうって考えると、ちょっと宮崎駿気持ち悪いなって思いました、おお、なんかこんなアニメをお兄ちゃんが作ってたんやと思うと、なんかちょっと気持ち悪いな、おじいちゃんが作ってたってことね、うん、そうそう、いや、あれ、あれはまだ若いのか、いや、まあ、もう20年ぐらい前でしょ、なんかおじいちゃんじゃなかったのか、2004年とかそんな、え、まだ10年前、うん、そうよね、で、うん、のけ、あ、ちゃうか、もうちょっと前、千と千尋の方が後でしたね、あとだった、あ、ほんまにもう、まあまあ前、いや、まあ、それでも50オーバーでしょ、きっと。それでも。まあ、そうだろうね。うん、なんか。今いくつぐらい ?80 とかなったの、え、そんなにないでしょ、70ぐらいか。でも、50オーバーってさ、まあ、チャーハンはまあ、あれやけど。まあ、俺もそうやね。今、自分で言いながら、まあ、10年後そうかとか思います。そうやね。俺らそんな遠ないもんな。もうね、もう手が届く感じやもんな。全然届きますよ。うん、肩やね、もう何、どうしたの、どこ行くの、大丈夫、大丈夫、止めようか、油断も、油断も好き、ごめんごめん、2000度で、はい、こんな話じゃなくてさ、はい、考えてみても、さっきさん東京で講演してきたんでしょ、ああそうね、そういう話をした方が多分、あれ、いいんじゃない、ずっと映画の話だもんね、うん、ああそうね、いやもう今回もう まあ、大変ちゃ大変やったよね、ああそうですか、いやだって3連休ってさ、うん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 、もうこう東京のねちょうど3連休やったんで、暦的にもこんな連休素敵なことはないって、はいはいはい、こっち大阪から行くからね、いやもうごめんねごめんね止めてごめんね、何天然水スポンサーなの違います、違いますよ、こっから金もらってんの、違う違う、早起きにそんな感じになったらいいの、思いっきりここでものすごい映ってないけどごめんごめん、いや映してもええやん、いやいやいいねいいねいいね、水分補給で、あ、そう、金はもらってないよ、ね、もらってない、なんやったらもらえるやん、もうちょっと見せとくけど、はいはい、いやいや、あ、そうそう、だから3連休やったんでね、はい、そこ選んだわけ見せたわ、やらしい、やらしい、お金もらえんやん、もらえへんわ、欲しいわ、ね、そうそう、はい、お待ちしてます、あ、そう、いつでもどうぞ、いやもう結果ですよ、結果はそう考えてる人がたくさんいてたっていう、はい、どういうこと、どういうこと、だからそのそこの暦に当ててくる、うん、あの上演する公演がめちゃめちゃ多かった、かぶってたってこと、もう関西勢も多かったし、東京すごい関西人多かった、そうなの、東京行ってたみたいな、ね、
みんな下北にいるみたいな、ね、もうエラかぶりもエラかぶりで、なるほど。いやだからね、普通の被害、連休公園打つのは連休は休んだ方がいいって思った。いやあのね、それはそうじゃないですか、やっぱ。じゃあそうなんですか。いや逆としてもさ、いないもんね。そう、どっか行きたくならないですか、遠出とか。言ってた、お客さんも言ってた、東京にいないって。そうだよね、平日にした方がいいかな。そうだと思う、ね、けど仕事帰りとかで見たいよね。そうそうそう、確かに。だんだんそうなってくるかもね。それわざわざさ、お休みによいしょって外出て感激だけっていうのはなかなかないかもね。いやね、いやでもまあまあ、あの大苦戦しながらも一緒にあの小中低予選ってね、応援コラボ企画っていうので、今年の年末が小中低一門会があるんで、はいはいはい、まあそれのお披露目みたいな感じでやったんだけど、もうこちらもねなかなか苦戦しててんけど、あのこの演目を書いたチラシを作ってね、お客さんにこう巻きに行ったり、結構帰りが、まあ、多分落語っていうのが親しみやすいよね。でそれもね結構流れてきたんで、まあまあでも結果考えたらよかった、やってよかったよねっていう感じで、いやでもヒヤヒヤするね、まあ、まあそうね、うん、お客さんあっちとこっちは反応ちゃいます？違う、全然違う。大阪やったら割とあの丸山っていう三味線弾きのちょっとちょっとね、ファンタジックなないストーリー的にはあの現実がちょっと外れたようなお芝居がこちらは受けるんやけど、まあでもうんそうね、向こうはあのモダンタイムスっていうピアノ弾きのおばあちゃんだったりおかんとか割と現実味のあるキャラクターがすごい受けて、で、あのこと今年大阪ではやらなかったネズミ女っていうネズミ子のおばちゃんのネタをやったんだけど、前に春におかんっていうわーっと大阪弁がまくしちゃってるおかんをやった時に、なんか面白いのはわかるけど大阪弁があの解読するのに時間がかかって、あそうなんや。だからあれって中身をあんま気にせんと楽しんでいいんですよねって言われたのがすごい覚えてて、いやでもその人もそのなんか面白くなかったわけじゃなくて、面白かってんけどネイティブじゃないから中身も同時に分かったらもっと面白いんやろなっていう言い方をしてはったから、あああれで早いんやって思って、だからもううちはもう自分の喋りやすいリズムでバーって喋っててんけど、あ確かにそうやな、大阪人以外の人があんなコテコテな大阪弁は、なんなんちゅったの。おかんとかは特にあのネイティブの僕らでも使わへん大阪弁を使ったりするやんか、こってこてのね、昭和のおかんやから。いやだからそれを聞いたんで今回はそのネズミ女ってネズミ子の話するときに大阪弁でまくしたてるから、ちょっとね2回実験的にやろうと思って2回やったんですよ、日にち分けて。で1回目は東京バージョンにして、ちょっとあのキャラ的にはそのままで割とキャリアアップした説明をしっかりするタイプにちょっと調整してやったのね。だそれはそれで受けてたんだけども、内容がすごく入りすぎてすごいしっかりしたネズミ女、あだからブラック色がすごく強くなって、あ大阪でこういうブラックやるんですねって言って、っていうような印象だったね。ほんでその DVD を買ってる人も中にはいてて、あの大阪でやってるバージョンではやらないんですかっていう話があって、でそこのオーナーさんもあの見てたから大阪版のネズミ女を見てみたいって言われて、で次の日は大阪版のバーってまくし立てると、やっぱ大阪弁って早く喋るとうさんくさくなるやん、うさんくさとか、でそれが増してのっけからすごく受けてきて、だからやっぱおかんの時と一緒で内容は分からへんねんけど、あのリズムで面白いっていうような感じで笑ってくれはったから、それはなんか大阪と東京と違うなんか受け方とか見方してるか面白いなって思って、ダントツはモダンタイムスがすっごい人気があって、2回もう今回2回目っていうか春からもう1回やった時に、まあ、前回のお客さんももちろん来てくれてはって、もうそのお客さんは
オチを知ってるから、うんうんうん、めっちゃ早い段階で号泣してはった。うわそれはそれでどうやねんと。あの おかんの、ね、あのひまわりっていう今年の新ネタもやらしてもらったら、うん、もう一番冒頭のテーブル拭きやっておしぼり投げてる時から泣いてはるお客さんとかおって、いやでも東京とかは特に、うん、ね場所柄上京してる人が多いやろうからね、ひまわりとかはちょっとグッとくるかも。あとモダンタイムズとかもその田舎のおばあちゃんを思い出したりとか、その近しい人を重ねるような話はやっぱすごく、うんうんうん、あの受けがいいというか、なんかちょっと大阪とは好みというかタイプはまだ全然、まあそうやろね、そうね、だからその辺はやってて面白いなと。しろさん今なんか芝居やってるんですか？今やってますね、稽古中で、うん、そうそう、あれ、うん、あれやね、外箱町です、外箱町そうね、外箱町です。そうそう、外箱町と吉本さんとのコラボのやつで、うん、信長っていうやつをやってる。あれ記者会見もやって、記者会見はあのやってましたよ。あ、僕はそれは言ってませんけど、うん、うん、やってまして、吉本のね、福本愛菜ちゃんっていう、まあ可愛い、うん、元 NME の人とか、ミサイルマンの岩部さんとか出て、でまあ小劇場の人もバーッと出てやってますけど、まあまあまあ、あの再演なんでね、うん、まあまあ楽しくやってますけど、役がでも変わったんで、うん、だからちょっとまあ一からみたいにはなってますけど、うん、でも人数がすごいよね、大所帯で。そうなんですよ、稽古も大変じゃない？大変、そう、あんなどこで稽古、あ、けど外箱町だったら、そうですそうですそうです、みんな入る稽古は、まあまあ入りますね、うん、でもまあそうね、もう舞台のセットのあらかたちょっと作ってあって、うん、舞台が出べそがなってるような、うん、でまああの寸法はそれで取れるから、まあやりやすいっちゃやりやすいんですけど、実寸で、うん、まあほぼ外箱町さんってね、うん、いつから、もともと京都の劇団じゃないですか？そうですそうです。いつから大阪に稽古場を移した？あの生瀬さんが座長になった時に大阪にまあ進出しようということで、拠点を大阪に、そうだと思います。僕が入った時はもう大阪やったんですよ。でも大阪に来て1年2年ぐらいやったんちゃうかな。そうですよね、京都の時なんですよ、そうです、もともと京都でもアトリエ稽古場あったり、そこで本番やったりもしてはったんですけど、大阪に今出てきて、でまあ重曹なんですけど、基本そこで3回か4回ぐらいこう引っ越しをしてて、うんうん、で今もまだ重曹ですけど、まあまあそこで重曹はお気に入りない、ね、重曹お気に入りなんですよね、うん、まあ引っ越しするのも大変やしね、荷物もほら多いじゃないですか、まあ、まあそうか、うん、それ平台や照明やなんやとかもあるから、うんうん、だと思いますけどね。そうそう、何でしたっけ、その福本愛ちゃん、愛ちゃん、あの今別の芝居も作ってるんですよ。あ、そうね、ここがね、ここがね、2人で作ってるわけじゃないですあの修野くんプロデュースね、それのね、それも記者会見したんですよ。したんですよ、あ、この前ね、はい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 、どうだったの？京都市役所 で、もうみんなこう一丁ら来て、一応来て、まあまあそうですよ、もういっぱい来て、いっぱい来たよね、いっぱい来たよ、すごいね、びっくりし、じゃあもう初め2組ぐらいやったんですよ、うんうん、始まる2分前まで、うんうん、でもまあ2組来てくれたよ、ありがたい話や、はい、言ってたけど、なんか後に続々と入ってわらわら、その0分今から始まりますよ、でもわらわらわらって来てくれはってね、すごいよ、10社ぐらい来てたんですよ、難しい話聞かれてものすごい困ったもん、もうこっちとらそんなこと考えてもないからさ、なんかね、そうですね、その一番面白いところはみたいな、なんか もっと難しい言い方するね、わからんと思って、知らんと思ったけど、答えな負けや思ったから答えな、でもどういうことで勝ち負けじゃないんですけど、でそれがあって、でちょうどその時にお外では何やったっけ、京都国際映画祭っていうのがやってまして、ね、4日間ぐらいあって、うんうん、そのオープニングの日やったんですよ、ちょうど。はあ。で記者さんが京都中でそのオープニングセレモニーをやってるんで、うん、記者さんがもうみんなそっちに行ってるから、うん、うちも全然経営度ちゃうかと思ってたわけで、まあ来てくれってよかったよかったってなったんですけど、うちの記者会見の30分後にちょうど僕ら屋内でやってて、その 屋外の広場で、うん、
あのオープニングセレモニーをやっとったんですよ、大々的に、うんほううん、吉本さんが吉本さんが、うん、チュートリアルさんが来て、うん、ほんでその僕が今共演してる福本愛美ちゃんもそこにおったんですよ、うん、司会 MC をしててね、うんうん、でまあ時間がずれてるんですけど中と外でめっちゃやってて、うんうんうん、ほんで知ってたから僕ああ、あ一緒に稽古してはる稽古ああそう、ね、してるって言うんやけど、うん、俺は信用してないしてるよ、なんでよ現場一緒やねんかしてるやろしてるよで行ってちょっと入ってくるわとか言うから、うん、ああそうなんやと思ってついてったんやアイナちゃんまあ舞台いたって喋ってはるやんか、うん、それに向かって、うん、一人やでみんな別にこうやって普通に聞いてんのやで、うん、この人アイナちゃんってやちゃうわアイナちゃんちゃうわアイニャンアイニャンそれただのファンやないか言って一緒にえそれ一緒に稽古してんのそれ聞きたくなるよね多分してないんちゃうかな妄想してると思ってるだけちゃうかな、やばいわそれはそうやんこういうの出られへんやんってえそれ手振りに行っただけかよ思ってだって もちろんアイニャンはアイニャンで、うん、もちろんもう気づいてないわけです、うん、気づいてない、うん、それを振りに行ったって先輩、うん、ちょっとそうアイニャン、アイニャン、アイニャン言うたけど全然気づいてくれなくて妄想や萌えは萌えは萌えは楽屋行かないわけわからへんでしょ楽屋も行かへんしさ楽屋なんか行けるわけないやん楽屋とかも絶対俺入れてもらえへんやんいやまあねそんな ID とか見せへん限りさ厳しい厳しいやんかどうせアイドルやしねそうやんだからもう萌えは萌えははい、その後あったりしたあの会いましょうもちろん稽古場だけど違うんだよいや心配になるやんなもうそうやとどうしようかないやいやほんで思って稽古場で思った時に、うん、この前行ったで言うんで、うん、僕大方喋ってたな言うて、うん、そうなんですかみたいな感じで、うん、でもあの客席から手振ってたけど全然気づいてもらえんかったわ言ってごめん言うたんと全然気づかへんかったタメ口だよなまあ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 タメ口でね来はるんですごめん言うた心の中では知ってたでとか言ってうせやうせや無視うざーって言うなんかうざーみたいな感じでそうでしたよあそう、でその後、うん、ちょっとまあ打ち上げがてらちょっと飲みに行く会って、うんはい、それで修郎さん車で来てるからいいそれで車で送ってやるわみたいなのがいいなってああじゃあ車送ってくれるわ思ってじゃあ駐車場まで行くぞ言って行くぞまでが良かって途中までは歩いたんですよ駐車場まで駐車場行くって言って途中まで歩いたらこの人車なくしはってええ考えられへんですどこに止めたかわからなくなって思ってそうなんですおじいちゃん、うん、本当にわかんなくなりまして、うん、京都で迷子ですよ、うん、住宅街で地元住宅街なんか一個タイムスっていうかパーキングがいっぱいあるじゃないですか、うん、そこのどこに止めたかもさっきからほんまびっくりしましたねびっくりしたよねもうタクシーで行こうかなもんこれほんま置いてね置いてちょっとね心落ち着かせて後日また探そうと。いや本当本気でそう思いましたびっくりしましたびっくりしたねあれねでみんなで探して、みんなで探して、ね、見つかった結局チャーハン見つけてくれるカローラ2やカローラ2やおスターレットやったんやけどね車の車庫までちゃうわやもうどうだいなっとんのよもうおじいちゃんいやでもねカローラ2っていうのは別にその時に間違ったわけではなくて僕はもらったんですその車ねもらった時からカローラ2やと思い込んでたんですよなんか知らんけど僕車詳しくないんで思いっきり前にスターレットそれはね僕も気づいてましたよスターレットって書いてあるけど、うん、でもカローラ2だよなこれと思ってあスターレットのことをカローラ2って別名言うんだなっていうふうに思ってたんですよだからもうスターレットって書いてあるのも全く気にせずにカローラ2やでってもうずっと言い続けてだから僕ライブのイベントとか昔やった時に僕の車カローラ2なんでカローラ2の歌歌いますってカローラ2によって歌っててあれ今からかけて大嘘やん全然カローラ2乗ってへんの俺みたいなそれはあ乗ったこともないのじゃあ、うん、その自分の車としてあの昔同じような形の車乗ってたんですよその時も、うん、スターレットって書いてあったと思うでも俺はカローラ2って言い張ってたその時もだから2回目これ何このカローラ2は怖いわなんかね誰かにカローラ2って言われたんかなだからもらう時とかに、うん、何の車ですかってカローラ2って言われたんちゃうまあその人のせいにしたらちょっと申し訳ないですけど
ぱそう。だからスターレットなんですよね、あれは。スターレット。聞いてるよ。だからスターレットにしますよ、僕の認識をこれから。元からそうなんでね、元から。悔い改めてくれる。そうなんかあのお店入った時にじゃあ駐車されたらあの車の車種書いといてくださいとか時々言われたことあるじゃないですか、公共してとかで、うん、10体買い物らって書いてある嘘やん、何やこの人、何そちっちゃい嘘つくの、何のメリットあるの、嘘って思ってなかったんですよね、ひどいわ、うん、びっくりしたよ、ねえ、ね、車なくすわ、そうね、探してくれ言われた名前も間違えてるわ、大丈夫、よく分かったよね、でもなんかあ一回乗った覚えがあるな、これは、はい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 、サッチャーさんの、サッチャーさんじゃない、そうですよ、エリザベス、エリザベス人形がね前にこう置いてあるんですよ、サッチャーとエリザベスよう似てんねん、エリザベスですよ、さんを見て、まあ、俺の車やと分かってくれたみたいで、よかった、エリザベスさん役に立ちましたよ、あの、にがりテレビのさ、オープニングで、はい、あの、写ってるあの写真もカロラ2のどれの、ね、ああ、そうです、乗ってるやつですよ、そうです、あれ、今乗ってるやつです今乗ってる、はい、あれカロラ2カロラ2ちゃうやろ、あ、違う、いきなり嘘ついてるやん、なあ、ほんまにあかんやん信用できへんわ、お前さ、お前どこで自分も嘘ついてるか分からへんな、スターレット、そうです、そうです、まあそれで記者会見もやらせてもらって、今ちゃんに、まあ、作演をしてもらって、うん、あのお芝居作ってる最中です、うん、そうですね、うん、もう無事に台本も、あの台本無事に上がって完本して、それでみんなで読んだら1時間なかったんで、うん、これは大変やって言って、いやーでもコーヒーメンツやから伸ばすでしょ、どうぞ伸ばしてって言ってるんです、いや無理です、ほら無理や、いう無理です、じゃあ伸ばすわ、うん、そうまだたっぷり芝居するんちゃうの、いやどうですかね、そういう芝居ではない、全然そういう芝居ではないですね、たっぷりする芝居、ね、だってたっぷりする芝居かも、うん、どういう意味たっぷりって分かんないけどなんかちょっとええ顔して、まあ、でもよう顔多いかも、そうそうそうええ顔して、ええ顔して、ええ顔してたっぷりする芝居、そうそうそう、あの3人もたっぷりするの好きやん、たっぷりするな、うん、稽古楽しいですね、楽しいですよね、男衆が濃い濃い、うん、ね、キヨピーさんすっごいいい人やね、キヨピーさんどうですか、役者、初役者、初舞台なんですけど、うん、ほんのすごい頑張ってある、うん、すごいですよ、うん、こんなにフレンドリーな人やと思わなかったぐらい、ね、あのメンバーの中で一番フレンドリーですよ、そうやな、キヨピーさん、あ、ほんまやな、そうなんや、え、あとの3人があかんの、いやみんなフレンドリーなんやけど、そうそう、LINE とかのほら LINE がみんなでつながってるんですけど、一番キヨピーさんが書いてくる、そうやね、あ、ちゃんと返事をね、そう、自分からも発信してあるし、スタンプとかも、うん、あ、そうそうそう、対外的なあのコマーシャルももう本当に一番やってくれてある、うん、俺よりやってくれてあるぐらい、うん、あかんやん、いや僕もやってやります、うん、やりますけど、うん、あのチラシとかももう何百枚巻いてくれたの、ポスターね、そうで、なんかすごい気温の高い店にポスター貼りに行かなきゃ、行こう言うて、それで行ったらどれぐらい取られるんですかって、うん、1人2万ぐらいみたいな、そんなに行かれへんよ、いや、そうなったら5万ぐらいなんですよ、そう、うん、そんなに行かれへん言うて、それだけで怖い、恐ろしい、まあでもやっぱお顔も広いんでね、あのいろんなところで取材もすごい撮ってきてくれるしね、ありがたいです、あのメンバーでもしかしたらなんかケーブルテレビじゃないやなんかに出えへんかみたいな話もある、ね、ありましたね、あのアルバかな、アルバステーションのラジオとか、あ、アルバもあるの、その宣伝で、宣伝すごいすごいですよ、うん、宣伝だけはもう一番宣伝だけはだけはってどういうことそんなことない、じゃあすごい、そう、舞台美術芝さんですね、そう、舞台美術芝さんの声ね、すごくない、ちょっと贅沢、すごい贅沢なんですよ、かかってるね、かかってるよ、もうかかってる、これ終わったらみんな引退ですからもうこれ以上続けられへん、まず俺が引退やね、俺もマグロ漁船に乗らないから、ね、半年は帰ってこない、帰ってこない、
いやもう毎回ねガチンコですよもうね。いや本当そうですよ、ね、そうそうみんな、ね、だから最近はもう一人芝居なんか自分でやってやるんでしょうちもおんないけどマグロ漁船乗らなあかんのっていうくらいだからみんな半年に1回なんか芝居するみたいな感じにして、うん、半年1年に1回することにして、うん、で終わったらみんなでマグロ漁船半年ほんで半年またかけてやるって作ってそれぐらいでいいんじゃないそれぐらいってすごいよねねえいやでもねもうそう思ったらガチンコな分ねこだわりはやっぱり詰め込まないと、ねまあ、どうせやるならっていうことですねでもなんかねまあ自分でやるじゃないですか、うん、ほんまを言うてはるようにこだわりはまあ強く る、うん、なりがちなんですけど、うん、なったらなったでまた大変やし、うん、まあそれこそいろんな人と関わってやってるわけだし、うん、自分のこだわりこうバーンってやるのも大変やし、うんまあ、お金も大変やから、うん、逆にこだわりを捨てないとわかんことが多いなっていうのは感じましたね、うん、その取捨選択というかさ、うん、どこまでを入れれるかっていうのも、うん、もうほぼゼロでもいいんちゃうかぐらいまあ僕なんかほら、うん、プロデューサーだけだから役者もやってるけど、うん、あの作演もしてないし、うん、何も別にクリエイティブなことあんましてないんですよ、うんうんうん、だから余計もう丸投げでやってもらった方がスムーズにいくんちゃうかなってうん、そのプロデューサーとしては、うん、丸投げられてる側ですから、うん、だけどここでなんか自分がこうしてこうしてみたいなまあ言うこともありますけどもちろん言うことありますけど、うん、それあんまり出しすぎると多分まあ余計しんどくなるんちゃうかなと思って、うん、まあもともとあんまりないから僕はましというか自分でも全然そんなストレスならないんですから良、うん、かったなと思うんですけどもしこだわり強い人やったらまあ多分すごいことになるんやろうなと思う、うんうん、だってうちも最初やり始めた時とかはさ、はい、一生さんがすごいやってはったしあのスタイルはどうなんやっていうブーイングがあったりとかさ あのスタイル知らない人はその着替えの時とかでさ、はいはいはい、見せるもんね本番中に役者の楽屋前を見せるってどうやって言われることとかペットボトルの蓋が気になるよねって言い出す人とかいっぱいあったからさ、でも言う人は言うやろうし、うん、自分の こだわりというか自分がお客さんを飽きさせないために何かしら出ておいて場をつなぎたいんやっていうところも多分そこも例えば端折ってしまったら今の自分もうまいことやれてなかったやろしっていうんで言ったらどこまで自分がやりたいことを貫けるかっていうのとあと世知辛い事情とかのすり合わせは劇団とかね団体じゃないところで一番悩むとこやねそうやねいや世知辛い世知辛いなんかそろそろちゃうかみたいなあそうですシンゴジラが動き出しましたシンゴジラ動きました、はい、あ世知辛い話で世知辛い話でいやチャーマンはその今芝居作ってくれてるけど一緒にほいその今東京にだいぶ行ってるよね最近、うん、なんやかんやで東京だぜみたいなそうですねちょっと関西に興味がないおいおいそれ大事に行ってるんですか東京はあの出稼ぎです出稼ぎ出稼ぎ向こうの時期なんだ怒られるよ向こうの人にいやけど本当にそうだもんなまあ、そう向こうの劇団さんの仕事をさせてもらってるようにですね、うん、もう今半々ぐらいになってる半々ぐらいうわすごいね売れっ子ちゃん、ね、売れっ子チャーハンですからねもう飽きられた姉妹ですからねいや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 いっぱい見てきてるからね飽きられてる人たちデザインでああ、ね、まあ頑張ろうかな次から次とお仕事入ってくるのはさすごいいいことやじゃないですかでもなんかいっぱい出さなあかんのがすごいよねよくあんなアイディアもうあれ1年分ぐらいですからね あれでほんと今年あれぐらいですよだからあれよりもう少しありますけどいやだからあれをよくもまあ思いついて形にするのがすごいなと出すばっかりやもんねそうや出すばっかりやで受信がなくで、うん、そう受信っていうのはどういうものが受信になるんですか映画みたいなそういうことなんじゃないですかうん、うん、でもよくわかんないですうん
ねえ、うん、いやすごい休むのがすごいな、ね、あとはまあなんていうんですか枕営業こら抱かれ上手こらいっぱい見てるからやっぱり、ね、最後はそこだよね関係者も見てるもういろんな人に抱かれてしまうこらーってますから、ね、あー違いますよはいね、あ違いますよそういうこともそうそうそうあるよねあるよね知らん多分上手なんだろうなほらーもうとこ上手とこ上手ほらーなるほど、うん、大事ですよ大事何が大事や寝技じゃ負けないやつっていうすごい羨ましいです、ね、酒も飲まんとも何話してる負けはですよお前本当ね昼日なく今日はもう全く飲んでないからね俺の仕事場やしねそうですねそうですやっぱり夜のテンションとちょっと違うね違う、いやいいじゃないですか真面目な話した感じがしてます真面目な話しましたよ、ね、あんまりからね、大声も出されあ、そうねそう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 わーわーなれるしねれいいですよ、しっぽりと、うん、しっぽりと、うん、いやー、はい、あともう言うても2ヶ月はいちょっとで年がうわーびっくりすごいことやな、ね、もう今10月も終わろうとしてますからねもうあと11月12月で2016年終わり恐ろしいねまた一つ年を取っていく取ってねもう一回ぐらいありますかねもう一回ありますねもう一回ねじゃあまあ来年の抱負とかまあその時でもそうですいいのかな今はもうまだ早いですまだね今日暑いしね暑いね暑いみたいですよまあ今度はゆっくり飲みながらはいはいはい今年の最後そうですねまた次も番外になりそうですねそうですね今度は生放送で行きますかいいね行きますか今度はまた生放送なんでその時はぜひ、はい、皆様のコメントお待ちしておりますメールもこの間いただきましたねあ、そうそうありがとうございますメールももしあの直接見れない人はオンタイムで見れない人はメールもお待ちしております、はい、よろしくお願いします、はいてな具合で、はい、今回はこんな感じでしょうか、はい、はい、いいでしょうか、はい、ありがとうございます寝返りテレビ今回はこの辺でこんなんやったこんなんやったか最後ねなんか次はまたあのなんか追加とかなんやねもう人がせっかくさもうなんやうんかうんかほらすいませんはいありがとうございました